国際空港はアメリカ合衆国ワシントン州シアトルにある空港。ダウンタウンの8キロメートル南に立地している。ボーイングフィールドの愛称で知られる。この空港は運営、管理ともにキング軍が行う。1928年開港の歴史ある空港で1944年にシアトルタコマ国際空港が建設されるまでシアトルの主要空港だった。 キング郡国際空港は、ボーイングと密接な関係にあるため、ボーイングフィールドは単なる愛称とは異なる。空港は、ボーイングの所有ではないが、空港を取り囲むように、ボーイングのロゴの入った、整備施設、格納庫、新型機を開発、試験するための研究開発設備などボーイングの所有する施設が立ち並んでいる。ボーイングストアと呼ばれる、従業員向けの物販、 観光客や出張などで訪れたビジネスパートナー向けの土産品を取り扱う店舗もこの建築物群の中にある。また、同社の新型機の飛行試験にはこの空港が用いられる。空港に隣接した航空博物館もボーイングとは無関係ではない。ボーイングは同博物館に展示機体や寄付金を提供しており、ボーイングの歴史について取り扱ったコーナーもある。 過去には当時ボーイングやプレーンカンパニーという名称であった、ボーイングの初期の社屋であった、レッドバーンがあった。すなわち、同空港はボーイング発祥の地でもある。レッドバーンは航空博物館の一角に保存されており、当時の面影を残している。さらに、現在は、 ボーイングの製品となった F-A-18 ホーネットを用いているアメリカ海軍のアクロバットチームブルーエンジェルスもシアトルの夏のイベントシーフェアに参加する際にはボーイングフィールドを整備燃料補給の基地として利用する。またランドマクナリー社などから発行されているキング群を呼びシアトル周辺の地図にはボーイングフィールド キングカウンティーインターナショナル、エアポートと記載されており、ボーイングフィールドの名前が先に書かれて平記されている。このことからも、地元では、相性の方が通りが良いことを示しており、相性には、空港の歴史との、深く関わっているため単なる別名などではなく、相性を公募などで後付けする日本の空港と事情が、異なる。航空機の製造は、ペインフィールド、 レントン市営空港で行われている。レッドバーン。カレントギャラリーズイグジビッツ。ザ・ミュージアム・オブ・フライト。2008年9月21日。閲覧。シアトルキング・カウンティ・ストリート・ガイド。ラント・マクナーレ。ピアニッシモ。P625。ありがとうございます。